ん、こんにちは。しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はロム&のこの3つのねパレットとリップと、そうそう、ラメのね、この3つを使ってメイクをしていきたいと思います。ということでね、そうなんですよ、買ったということで、もう早速ね使っていきたいと思います。まず目からやろっか、アイシャドウからね。でちょっと今回チップなんですけど、もうちょっと染まってると思うんですね。でこれには訳があって、一回もう私メイクしちゃってたんだよね、カメラをあの電源をつけ忘れてしまって、録画ボタンをね押し忘れちゃって、一回撮れてなくてテイク2なんです。一回もメイク落として全部メイク撮ってテイク2目なんで、はい、ちょっと頑張ります。じゃあまずね、この真ん中のこのピンクっぽい、ちょっと紫要素が入ってるピンクをポール、アイポール全体に塗っていきます。この作業はね、本当に普通に塗っちゃう感じ、がっつり塗る感じでいいです。OK でしょう。そしたらこのピンクのっぽいのの隣の紫っぽいのをちょっとね、この際に塗っていきます。そしたら一番端のこの茶色い部分のところのなんかところを、この目尻のライナーとか引くところに、私ライナー持ってないので代わりに引きます。で、そしたらラメをのせていきます。ちょっとはい、黒目の上あたりにね、ちょっとねのせていきます。動かして、そうそう、このね、あの一番端っこ右上のこの大きいラメをね塗ってきます。で、そしたら涙袋にね、このねラメをのせていきます。この目尻じゃない、なんだっけ、目頭の方に塗っていきますね。おかしな。そしたらティント塗っていきます。最後に、私ティント塗ったことないんで、適当、すいません、適当です。なんか思ってなくて、私ずっと今までリップしか塗ってこなかったから、逆に塗り方を教えていただきたいぐらいですね。はい、めっちゃ可愛い色になりましたね。え、可愛くない？口めっちゃ可愛い、うん、こういう色のねリップ欲しかったんだよ。あ、やべえ、ちょっと、うっそー。はい、で、これであのロム&のねコスメは以上なんですけど、ちょっとこれにね涙袋の鍵描いたり二重にしたりちょっとしていきたいと思います。はい、ということで完成しました。ということでね、完成した顔はこちらでございます。ということで、とっても楽しかったです。どうですか、ロム&の3点コスメは。です、そうですね、めちゃめちゃ可愛くて、本当使うのが楽しみだったんだけど、使ってみてめちゃめちゃ楽しかったです。なのでね、皆さんもぜひこの3点使ってみてください。ということで、それではバイバーイ。